どうもここんにちちは宣伝部長のっです今日は桜井翔に松本潤続くかってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで既に、えー、対象されている二宮さんに続いてですね桜井翔さんが出るんじゃないかっていうお話があったと思うんですけども、まあ、今回そのお話の続きでさらに桜井翔さんが抜ければ他のメンバーどうするんだろうね問題ですねっていうのをちょっとやっていきたいのと とまあそれからですねちょっとねあの時間が余ったらといいますか斎藤由貴ノーダメージ問題についても、まあ、ちょこっとだけね、まあ、やっていきたいというふうに思います。 はい、えーと、まずはですね日刊スポーツさんの記事で和田アキ子驚き二宮和也新事務所にお任せスタッフが電話でまさかのご本人が出てということでいわゆるねご本人がやられてる「アッコにおかまかせ」という番組があるんですが、まあ、そこで、まあ、取材の電話なんですかねを。 かけたらですねまあまさかの本人が出ましたよって感じで、まあ、いわゆる手作り感満載でいわゆるねジャニーズのいわゆるカチカチの状況から、まあ、手作りで作ってんね的なるまあ、報じ方をされてるんですよね。でそこについては、まあ、よくわからないとこが多いんですけどいずれにしてもですね何て言うんだろうなこう自分の見え方みたいなことを、まあ、よく分かってるというかねでた 例えばですよ例えば電話にたまたま本当にたまたま本人が出る場合だったかもしれませんけどちょっと電話でね取材させていただけませんか何時頃に電話いたしますで本人が出るっては全く違いますよね、まあ、だからそれについてはちょっと知りたいところあるんですけどちょっとか私はなんかもう最近会議的になってきちゃってまあいろんなこと起きるからね、まあ、要はねその例えばね ジャニーズ事務所としてはそのタレントっても何でもできるんだ感を出して押してくるじゃないですか。木村拓哉何でもできるみたいなね。でも実際はそんなわけないじゃないですか。で、まあそういうイメージを利用して、例えば、えっ、ー、とし、何ていうんですかね、こうジャニーズの新社長、東山みたいなね、いうのをやった時も記者会見の矢面に立たして、何でもできるぞ感を出してるけど、それは経営のことなんか知らんわけで、できるわけないでしょみたいな <laughs> ところで、まあでもそういうイメージが を持たたせるるぐらいいちゃんととイメーージコントロールしてきたってきっうところがあるわけですよ、ね、で、まあ二宮さん的にはそういうご自身の、まあ、も本人の持ってらっしゃる、まあ、そ素朴感っていうところなんですかね親密さ加減っていうのをまあこういった今の状況も利用しながら出してる感じがすごくしていてですね <laughs> いや本当にその手作り感で自分がかなり踏み込んであのやってんだったらいいんですけど。 まあ、まあ、やってるのかなやってるんでしょうね。あの <laughs> だとしたら、めちゃくちゃ能力高い人だって、俳優の力もあって、踊りもできて、アイドルやって、もうスーパーマンじゃないですかね。はい。で、まあ、あとは、一応なんか、ほら、ご、ご本人のご家族っていうんですかね、まあ、それ配偶者の方が、元曲穴の方だったあ、曲アナじゃないや、アナウンサーの方だったりするから、で、アナウンサーってだいね、まあ、賢い人が多いので、まあ、そういった。 たことをまあ基本的に一手に引き受け一手かどうか話してお子様小さいからねまあそういったところもいろいろ入ってそうな気もするんですけどまあいずれにしてもですねまあ今までだったらやめるとねすごいネガティブなニュースがねいっぱい流される一方えっ、ー、と二宮さんに至ってはですねそんなに出ない。 むしろなんかあなんかいいねみたいな感じのニュースが流れ始めてるっていうことで、まあ、これは業界としてはいい流れなんじゃないかなっていうふうに思いますとはいえー、と続いてですけれどもこちらですねで現代さんの記事で二宮和也の独立で聞こえた嵐の空中分解の足音っていうことですね。桜井翔松本順も続くのかってことこ ですねはい、まあ、二宮さんが対象をいたしましたと。で事務所からホームページまだ載らないんですけども、まあ、もう対象しちゃったんでねえっ、ー、とそれで、まあ、これは終わりの始まりでしょうということで嵐のメンバーはもはや1枚ではありません二宮に続くのは誰なのかということで、まあ、それがテレビ界や旧ジャニーズ事務所内でささやかれているということですね。まあ、で今今のところ名前が挙がってるのは櫻井翔さんですよね。はい まあ課外問題をめぐって強硬な立場を崩してないナショナルクライアントがほとんどだけれども日本テレビは桜井を徴用しています。そして今年12月に放送されるベストアーティストの総合 MC は今年も継続と。当社はスポンサー筋から厳しい声があると見られていたのですが新規事業ではなく継続案件だということを理由に継続を続行しています。継続じゃねえだろ。<laughs> <laughs> でそして来年1月期のレンドラ、えー、ですねの主演もあ決定してるんですって激安系は一部報道では盛んに、まあ、交板説が言われていた「ニュースゼロのキャスターも4月以降の継続が内定すると言いますというところで一人だけ特別扱い桜井翔さんみたいなねいうところがありまして、まあ、これについては、まあ、私個人的にはですよもう桜井パパとにかくパパ。あの <laughs> が、まあ、総務省さんのお偉いさんですよね、まあ。単なる事務次官っていうね、その総務省の立場で務めただけじゃなくて、対処後はですね、電通ですね、業界仕切るこのね、広告代理店、巨大広告代理店、電通の代表取締役、副社長までやると。だから、普通ね、ありえないでしょ所轄官庁でしょで、その事務次官まで務めた人がですね、まあ、テレビ、いや、ひどいよね。<laughs> 業界民間の方のまあ一番大きいところにドーンと入ってったって感じでねすざまじいですよ。はい、ということでね <laughs>、はい。ということがありましてでなんでその人そんなに重用されてるのかなと思ったらまあもともとのお偉いさんであるっていうのも当然あるんですけど。 まあ、特に一番大きい功績としてはですね民主党自体にね今のこのね電波の状態電波っていうのは本当に安い値段で各局使ってるから、まあ、これはよろしくないというところで通常の国は電波オークションっていうのをやってまして例えばゴールデン時間って8時から9時ときりいくつかにこうね時間ごとに分けてってでこれを売るとでそれが莫大な税金収入となってるわけなんですけどね それをオークションでで売っていくわけですよでそれを、まあ、入れようとした動きがあったわけです政権交代でね。はい、でそれを見事に潰したのが、まあ、桜井パパと言われてましてで業界の守護神ということでね今の腐敗の、まあ、状況をキープした長本人でもありますから業界にしてみれば恩人ですよね、はい。ということでありまして、あのー、そこに対して、まあ、皆さん忖度されるわけで。 まあ、ジャニーズですら、あれだけ忖度するわけですから、それよりもっともっと巨大な相手に対して、どうやって忖度しますかいや、息子さんはもう、まあまあ、守りますからみたいなことやったら、それは大丈夫ということで、日程にしてみたら、うちの電波は止めないでっていうね、まあ、あの要は普通に、このね、普通、普通だったらですよ、このジャニー北多川氏の問題があって、もうこれだけでも電波停止の理由の一つになりますよ、今まで報道し,こしてこなかったことはね。ただ、 だけどじゃあでもそれが発覚したもうバレちゃったってなったらじゃあちょっともう一旦ねジャニーズの対立ストップしますとかっていうのをやってればちょっとまだああな,なんとかしようとしてるのかなと思うけど継続して使い続きますみたいなこと言ってるわけだから、まあ、大体がもうこれ普通だったらね電波停止されてもおかしくないぐらいの状況になってるわけですけどでもいやーみたいな櫻井こっちうち櫻井翔さんみたいなね使わさせていただくんでなんとかみたいな感じに。 個人的には見えてしまうんですけど、はい、まあそんな中で、まあ、ここではちょっと違う理由が書かれてまして <laughs>。 日、えー、テレが桜井を徴用する理由は今年度中に二宮に続き、まあ、旧ジャニーズの決別を発表すると見られてるからですという感じで、まあ、逆に言うとこれだけ特別扱いしたことによって私みたいな見方をする人がね増えるからね、まあ、そうなっちゃうと、まあ、いつまでもここのね特別扱い続かないから多分対処せざるを得ない状況にまあなるんじゃないかというふうに私の方は読んじゃいますけどね。はいでまあ、とにかく やめんだろって。だから、OK なんでしょっていうことの方向性に来そうだと。で、もちろん嵐メンバーとしての地位はそのままですが、すでに嵐自体も、まあ、へえっ、ー、と、開店休業状態ですね。で、桜井の発表はもはや規定路線と見られているということですね。はい。で、まあ、その一方で、はい。えっ、ー、と、二宮さんですね。まあ、先に辞められた二宮さんは、まあ、TBS の人気コンテンツ、B 版。 シーズン中に出演するためだったと言われてるとあるけれども、ま、だとすればもうちょっとゆっくり対処したと思うので、私はやっぱりお受験対策ですね。多分10、11月に大体お受験の時期が来るんで、それが来る前に、どんとやめないと、特にインターナショナルスクールだったらまず落ちるよねっていうところがあるわけじゃないですか。で、えっ、ー、と、そしてですね、 さらに驚くのは松本潤に関しても似たような話が飛び交っているというのだということで、まあ、これが本当だったらもうちょっとまあ本当に嵐としてはま,まあ松本潤さんまで出ちゃったらまあそうなるでしょうねっていう解散と言いますか。はい、ということで,で松本潤さんは「どうする家康」が大河史上ワースト2位の視聴率確定と。 いうところで、視聴率の取れない松潤には今後、主演のオファーはまず来ないって言ってるんですけど、本当なんですかね、あの <laughs> まあそこはちょっと、まあ、とはいえ、なんか数字は取れる人ではあると思うので、まあまあ、なんて言うんでしょうね、まあどうなるんでしょうかね。はい、で、えっ、ー、と、で、さらに旧ジャニーズにいると、さらに仕事が激減する可能性が高いから、さっさと独立と。 いうことってまあ、逆に言うとね独立して数字も取れないんだったら仕事来ねえんじゃねえかなと思うんですけどどっちがいいんでしょうね私は松本さんは残った方が得するタイプの人だと思いますけどね出たらちょっともうやばいんじゃないですかねでそしてでそうした中ただ一人旧ジャニーズに対して忠誠心を示しているのが相葉雅紀さんということで,でまあでも まあ人柄なんですかねまああらゆるあのその桜井翔さんとは別の理由で仕事がちゃんと全部うまくいってるっていう <laughs> ことですかねはいっていうところですかねでまあまああとリーダーの大野さんもまあ今後は不透明っていうところなんですけどねまあでも普通に考えてもここまで来るとまあ復活はないからまあ一い どうなんでしょうね。ファンの方々がね、でもやっぱりいまだに期待してるっていうのあるから、どういう終わり方がいいんでしょうね。で、一応なんか来年の11月になんか、うん、と東京ドームを抑えてるっていう話が出回ってるじゃないですか。で、それをキャンセルしたと。だから、多分ですけど、大野さんはもうそんなやりたくないんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、 だけどその、やっぱりけじめを最後につけなきゃいけないっていうので説得されて、多分1回だけ、コンサート1回だけならいいよっていう形で、まあ、戻ってこようとしたのかもしれないですよね。はい。だから、休止してる間にも、ジャニーズの、その、なんてお金って言うんですか、ファンクラブのお金が一部入ってきてるわけでしょ。百何十億あるのに、1人頭、ね、なんか2億くらいしか入ってないらしいんですけど、まあ、それでもでかいけど、まあ、でも、それが、もらってる以上、ファンがの期待をね、 まあいだからそれをまあいつそれをまた改めてやるのかやらないとしたらじゃあ今解散ですと発表するのかってなっちゃうとどっちにしてもきついからどうするんでしょうねっていうのはちょっと思ったりしますけどね。でじゃあ一旦休止して2年後にじゃああのなんて言うんでしょうねあの嵐のコンサートやっぱりやります一回だけね最後にやりますってなった時にそれってなんか。 そ,それまでこうやると思って一生懸命毎,毎年毎年こうファンクラブに入り続けてきた人の名簿どうなるとかね、まあ、非常になんかこうめ,めんどくさい話といいますかちょっとね裏切り問題みたいなってうんですかね、まあ、まあ勝手に期待して入っている面もあるとは思うんですけどっていうのが発生するので非常にどうなるんでしょうね。 まあだから、まあこの状態、一番解決するのは、どういう結末かどうかは置いといて、やっぱり株式会社嵐を作って、そこにやっぱりいろいろ置いて、ああのまあ稼働するのが良くて、まあその管理を新事務所がやる。で、個人個人は独立するなり、残るなり、好きにすればいいという形に落ち着くんじゃないんですかね。はいというところですか。ままあまあでも なんか嵐を見てると今後のジャニーズ事務所がよく見えるみたいな形なんじゃないんですかね。だから、まあ、相葉さんもまあ辞めるかどうかわかんないんですけどまあ、今まで通りのお仕事をされてればなんか順調っていうのはそんな感じがしますしね。はい。ということで。えー と嵐というグループがね二宮さんだけ独立してちょっと変かなみたいなふうに思ったんですけどまあよく考えたらですねもう一つそういうグループっていうかすでにそれやってるグループがありましてはいドンと少年隊ですみたいなフライデーさんの記事でねジャニー氏が命名したジャニーズの象徴東山紀之の名想でいよいよ中に行く少年隊の今後ということでまあ詳しくはね記事の方ぜひ見ていただきたいんですが まあいわゆるね、なんか一応なんかジャニーズの最高傑作と言われてるらしいんですけどその理由については私は全く分かりませんがまあ、ただ特別扱いを受けてるっていうのはよくわかる話でだからすでに少年隊っていうのは残りながらジャニーズ事務所に残っていたのがひ東山さんだけであとお二人は独立されてしかもまあその二人もまあやりたいことで楽しくやってらっしゃる印象なんですけどね今や大変なのは東山さんみたいな感じで。 そうですけど普通だったらねだから解散するじゃんとか思うわけですけどけじめつけてねそうならずにやっぱりその少年大っていうのは一応残ってるらしいんですねまあ今後やるかどうかもよくわかんないんですけどなんか塩漬け状態っていうかなんかふわーっとふわーっとふわっとなんか対象から何からって感じでだからまあ嵐もこういう感じの可能性もないわけじゃ ないんですけどこれどうなるんでしょうねみたいな <laughs> のはちょっと思ったっていう話かつやっぱりその特別扱いされてるグループはこうやってなんか名前が残ったりまあまあ好き勝手できるんだなってところでやっぱり創業者一族の力が強い会社だとこうなるんだなと思いましたねいやなんかね本当に SMAP さんの件を見てても本当に思うんですけどまあキンプリさんもちょっと思ったかなまあまあまあそれはちょっと 理不尽だなっていうのがたくさん起きるしそれからやっぱりよく言われるそのいわゆる映像映像ですよね SMAP さんの映像が、まあ、ちゃんと使われてないんじゃないかって話がありまして。 えー、過去をね、まあ、振り返るその音楽番組とかたくさんあると思うしあとランキング番組とかあるじゃないですかその時に必ずスマップさん出てくるわです当たり前だけどでその時に映像が使われない場合っていうのがちょっとあまりにも多いという話がありましてそうだからあのスマップのやっぱ解散騒動っていうんですかね生謝罪からずっとそのファンの方々めちゃくちゃブチ切れてるわけですけどでもその怒りがいまだに継続するのはそういう扱いを受けてくる,るからだっていうところもありまして。 まあその辺もやっぱりちゃんと改善していかないとね、やっぱり新しい会社って言います保証の方も新会社の方もうまくいかないでしょうけどね。はい。という形で、ちょっと特別扱いの2グループの話でございましたと。で、で、最後にちょっとね、佐藤紀さんの話ちょっとしたいんですけど。 はいでそれがこちらのアイラドットさんの記事で4度目の不倫報道でも斎藤佑樹は絶対に干されない理由全ての理由を生産的にする格の違いということでなんじゃそりゃみたいな <laughs> ことでまあ 確かにね、ま、まあまあ、今回のニュースを知らない方もいらっしゃるかもわかりませんけど、今回の不倫なのかなまあ一応過去に不倫したとされるお相手のお家の前にいてですね、泣き崩れる様子が、まあ動画に撮られてしまい、警察呼ばれみたいな、まあ大変な騒動になって。で、文春さんの、まあ、有料版の方とかを見に行くと、その、まあ、音声とかが聞こえる状態なんですけど、まあでも、ああいうのをね、 どううななんだろうなまあなんか文春さんも素晴らしいとこいっぱいあるけどその私も聞いてしまったんでもそのなんて言うんだろうな私にも責任の一端発生してるのかもしれないですけどその個人のプライベートをどこまで報じたらいいのかについてはちょっとどうなのかなってちょっと思うとこありますがまあただ中身はやっぱり衝撃的というかこういわゆるまあ立派なその 方と経歴的にね、まあ、アイドルさんで出てきてで今や俳優俳優っていうんですか女優さんでも大成功しっていう形の中でそしたら普通はプライベートはまあちょっとは隠したいというか表に出したくないみたいなとこあるんですけど、まあ、今までかなり不倫の形でバンバン出てきた、まあ本,本人が出してるわけじゃないですけどねそしていわゆる公共の場所で泣き崩れるみたいな何て言うんだろうなその瞬間的なことじゃないですよ。<laughs> 出てきてみたいな感じになっちゃうっていうことでまあ普通で言ったらただのなんかこうねえなんかこ千葉県下ともちょっと違うかな、まあ、迷惑騒動ですねはっきり言ってね。そうでっていうのでまあまあとにかく一個一個の報道で。 まあほされてもしょうがないとはまそうだと思うんですよね。それはやっぱりあの渡部さんの件とか見てもわかる通り不倫一つでやっぱり。 出てこれなくななくるる人もいいじゃないですか、まあ、その一方でまああんまりノーダメージだなみたいなのが斎藤由樹さんってことですかね一応記事によるとまあ毎回毎回なんか名言残してそれをなんかこういい形に昇華してるみたいな <laughs> ことでしたけどわ分かりませんそれはそれはなんかその事務所の力なのか。 何なんでしょうねねこれね、まあ、私はまあそういう不公平なの好きじゃないんでねだからまあこの人が OK でこの人はダメっていうのはちょっと良くないかなとは思いますけどねそうまあなんかほらえっ、ー、とベッキーさんみたいにすごくいい人おりしてて実は裏でえぐいことやってんのバれ言ってんのバレました叩かれます仕事減りますわかる人、まあ、細な私は違うと思うんで。 そうだからイメージがかけ離れていてそのことによって仕事が減るっていうのはわかるんですけど業界として欲していくとか自粛するっていうのはまあちょっと違うんじゃないかなと思いますけどね、まあ、あまりにもだからイメージが違いすぎて一旦休んだ方が事務所はプラス本人がプラスだと思って休むのは結構なんだけど、まあ、なんか社会のな何て言うんだろうな休まなきゃいけないとかね はちょっと違うんじゃないかなと思うんですけどね。まあだから、ある種、そういう、今の不倫一発でアウトの時代に、なんかこう、生き残ってきた、あの <laughs>、軽けな人なんでしょうね。これ、なんでなんですかね。全くわかんないですね、私はね。はい。っていうところで、はい。で、まあ、一つ思うのは、なんて言うんでしょうね。なんか、天、天然最強っていうのかな,な。なんて言うんだろうな。まあ、やっぱり、 あれですかね若い時から女優やってるともうなんか無,無敵の人になるというか <laughs> そういうのがあんのかもしれないですねなんかちょっとでびっくりしたニュースとしては、えー、と斉藤さんから見てねこ,こちらのえっ、ー、とナイツさんのえー 話なんですけどコンビ独演会に大物女優漫才で散らなかったら本人がさすがだなと思ったってことで、まあ、ナイツさんが時事ネタを扱う中で50人ぐらい扱うイベントやったのかなあ、事ネタっていうか、まあ、毎回そういや毎回の漫才ネ,ネタが時事ネタなんでそうで50人ぐらいやったとでそれがよ ですね、4日に行ったコンビニの独演会でそこに斉藤由紀さんが訪れていたと。でちなみにですけど「文春」の報道があったのは11月1日ですからねそのまあ3日後にえー、っと <laughs> まあ予約してたのがまあまあチケット持ってたから予定通り行ったのかもしんないけど普通目立つとこ行かないじゃんみたいな状況の中で普通に行ってるわけですよ。でしかもこれを見ながらなんか後でえー、っとあれですかね えーと楽屋挨拶行ったのかな「いつ私の名前が出てくるかヒヤヒヤしてました」って言われたらしくて強すぎ「おー強いなー」みたいな <laughs> 普通あんなのさらされたらいやもうきつーってなって出れないじゃないですか出れないっていうか人に会わないっていうかなんて言われるかわからないしどう思われるかってねっていう中でもう普通に活動できちゃうそして場合によってはちょっとネタっぽくしてるじゃないですかいや <laughs> 最強やろみたいなところがありましてまあある意味芸能界で生き残っていくためにはこういった共メンタルっていうんですかねあるいは鈍感力って言い方するのかもしれないんですけど、まあ、そういったものが重要なのかもしれないなって思ったちょっとした小話でした。はい、はいというわけで で、まあ、ちょっと最後小話入れてしまいましたけどやっぱり事務所ジャニーズのね新会社の件等々がおそらく来週にはきっとね、まあ、何らかしらのアナウンスがある可能性があるのでそうなってくると今いろいろ言ってる話がまあ分かりやすくなってくるというかまあっていうかタレント本人とかも新会社ど,ど,どうすんのみたいなその <laughs>。 ねだから、そこと契約するのと独立し,して一人でやるののそのメ,メリット、デメリットみたいなことがようわからんってなってますよね、多分ね。はい、まあ。というわけで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。